私もイタリアに、興味が非常に湧いてきたので、なんとかイタリア語をやろうと思ったんですが、なかなかそのイタリア語を勉強するような場所がなくて、困っていたんですが、たまたま日医協会っていうところで、イタリア語を教えるということを知ったので、そこでもって初級クラスに入って、イタリア語を勉強したんです。その時に坂本先生、坂本哲夫先生という方に教わったんですが、今なんかイタリアにおられるらしいです。そして、まあイタリア旅行した時なんかにガイドブックがあって日本語のものがあったんで、見ると坂本先生の名前が書いてあったりして、すごく懐かしく思ったことがあります。そしてですね、この辞書がどうしても必要になりましたもんですから、辞書を手に入れようと思ったんです。当時は日本語の辞書というのは一冊もなくて、そして、結局神田駿河台の三省堂に注文してイギリスから取り寄せたわけなんですが、その時に取り寄せた辞書というのが、まあ、これなんですけどね。これはイギリスの、ここにコリンズっていう会社なんですね。ロンドン、グラスゴー何かに店がありまして、イタリアンジェムディクショナリーと書いてありますね。イタリアン・イングリッシュ・イングリッシュ・イタリアンというふうに書いてありまして、勉強の後が赤鉛筆で、マティタロスですか。いろいろ線が引いてあります。例えばどういうのが あるかというと、スコップリーレなんてのがありますね。これは発見するという意味だと思うんですけど 、こういうようなことのもので勉強しました。あ、こんなものですね。だいぶ傷んでますけど かなり古いですから。これは発行の年度を見ますと、1956年ですね。1956年になってます。